音がすごかった。次は頑張るぞ。インポスターだ。よろしくお願いします。ネルちゃん頑張ろう。行くぞ。イビルハッカーだ。よろしくお願いします。キッチンはキー。スプラッシュゾーンにいるな。スプラッシュゾーン殺しに行くか。スプラッシュゾーンに来たよ。これね、殺してくれるかな。行けるかな。ネルちゃん殺してほしい。ああ。 あらがすごいカフェにはしたいはないと思います。どうしてたんわキ。アッパー左がシメゲン、シ玄うん。梅シンカフェタウォキ。チ。おいしつたんわけキッチンタウォッチ。おカフェタウォッなら助かかな。カフェタウォッチオークナイなんかユニークなわけにいたね。えけね。ドロキーバーで。 遊び、うん、でメーヤハイブリ、ウメもう一人誰だっけいや、俺いない。なんか誰かもう一人だよ。よ<名>。かなさんチェン坂,だ坂うん。じゃあ、メーハイ、坂の3人が焚き火脇だうん。あ,あそう。さかなさんとはあのー、なんだっけ、あれ。トラッシュゾーンで会ってる。うん。俺はあと、うん、マオくんとすれ違ってる。 でそのまま、なんか、焚き火の上の方を右に抜けていく人がいて、ちょっとチラッと見えて、カフェテリア左のほうまで確認はしたんだけど、光ってはない。あ左じゃない右,右側。じゃあ、あえてるのは通信室かなえ、トリミアにおて、タって誰のゲット、と,と音,質音質俺たレ、タマギ。オまマオ、ネ、まね、ロ、フジじゃない、うん だとしたら、えっと、明ーハイブリ魚サカナは、多分その、どこかしらのタンキとしかつながってないから、タンキ洗えば良さそう。でも、ちょっと通信室湧いて、下って保管庫の場合は、その俺がね、ジップでしょ。まあ、一応、あ、そうね。俺が保管庫の、えっと、水汲みやって、今、ジップ手前だから。あ、そうまあ、基本大丈夫かな。あん。タンキ洗いますでも、タンワキはもう洗ってるから。洗ったね。 あ、セ、隠してる率が一番高いんじゃない？俺もう一回言うけど、カフェで泣いて左行ってスプラッシュゾーンのパッパーやった後にそのままボタン直行っと。で、あのちゃんは厳しそうじゃない？タウンけの中でも。俺がカフェテリアを通ってるから、名屋ネロの滲みがしかなさそうその場合。俺完全音質分けで、えっともうその後誰からも完全脇完全音質分けで、会員制ですか？そのそ そ誰にも会わずミーティングに入ったところなんですけど、シェリフ。おおでかい。完全シェリフね。完全シェリフキッチンはキッチン俺、で、これスプラッシュゾーン行って、魚さんとすれ違ってる。おおじゃあ、マオクも無理そうじゃないってことはこれ、ジョーブエンジン組ね。いや、多分、ジョーブエンジン組全然白でないと思うんだよな。三人とも。まあ、重いじゃん。え、重じゃないですか。うん。 す重要な情報出てきます<何>今るアブネーあブネーあぶねカ魚さんマットだあぶねー終わったかと思ったあぶねー あぶねーガチあぶねーあぶねーあぶねー終わったかと思ったマジで見えねーおいシン待ったやろお前えシントロ待ったやろ僕一回打ち込んでるよでその後もう一回打ち込んで今治ってる、うん、俺が最後打ち込んで治ったよ 1>, 1回リセット入ってると思う時間的に、ねまあまあ、その僕、迷惑が来る前に1回落ち込んでる、なんだら。あなるほどその時には通信が直ってないろ。ちゃゃくくちち早く入ってたちなみに通信を直してる方のハイブリさん。うん。梅ケさんの昨日の話は。あとりあえず、通信って湧いて最速で降りてきた場合って、うん、僕アッパーで最初最速給油やったんですけど、給油終わって速攻左の方に行ったら、どうですかね先に抜けられる可能性ってある 俺はな,いそはないと思う。そしたら梅健が宿舎脇、えー、新あっ、宿舎のアッパー脇、慎太郎さんが立ち止まってて、健さんが左の方行ってて、梅健給油速やって2.5回待機がさっき強いって、<laughs> なんか雰囲気出てたんで、ちょっとやってみたら、そこ、うん、で終わりです。さっき結構玉木が多くて。 ちょっとグダグダっとしてたからシェリフの俺から今回えっ、ー、とメイヤさんとシンタロウくんはインポスターの確率はすごく低いと思ってますなんでえっと俺、えー、シェリフでタイム数えてて36秒ぐらいになってからのぞきに行って2人とも生きてたから殺しそうな気がする,るど,どちらかがインポスターやったらいやでも初手キルかみキル決まってた場合どこの2人がね 釣りで議論で釣りをしに行ったりするからあんまり。だって仕送されるめちゃくちゃ嫌でしょ。まあまあまあ置いときましょう。通信室は切っていないんだっけ、結局。いないいない。だからその場合は、梅健さんは切れるってことだよね。俺が切れるね。だか俺からむしろ、給油即抜けをみんなの判断でないって信じた場合に、下には降りて来これない。梅健不審味屋の宅しかなくないまあそうね。左のちょっと。 雑ンケイセガネハハハハハ。めでて保管庫まで藤宮が見えてるんでしょまあ一応その水汲みの時間を除けばね。あったあそっか。おいすがしりしか。いやでもおまじさんがメヤさんしろって言ってるから、信じよう。いや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 。もうインポッサンがのないってことですもんね。うん、もう俺はメアシンタローしろきでちのお前残りを釣っていきましょうじゃ。え、誰と誰だっけ梅メケンふじみえ梅ウケン うと思った俺がいっぱい白出したのになぁ僕は橋君に石を入れてます。石をそれはね、わかんないですよ。俺、しんたろは別に白く見てないですからね。いやぁ、なんか髪切る決まったわ。ドロップシップにいる。ドロップシップに誰かいると。 分からんな、あ、これ赤がインプスターだっけ慎太郎慎太郎はあれだよな、キッチン行こうかな。おおい,おい、おい、おい。うん。ま、基本。いやでも慎太郎はね、 俺しかの左だったら俺しか残ってないってなってる状況で慎太郎はアッパー側組も全然白出せないですよって言ってくれてるから俺的にはまあ、ねお<ー>まあの局目線では梅賢さんの印象めっちゃよかったから自分たち走ってくれてるんでごめ、うんさ梅犬さんが白の場合ちょっとマジでまずいかなと思ってもう一回確認したいんですけどキッチンマンさんと間んなんでしょ 結構序盤であ大丈夫ですか、まあ、えっとね、うん、まあこのからどうぞ。まあまあ序盤だと思う。キッチンにね、だ、うんだんサボになってないもんね。そう、俺もちょっと考えたんだけど多分ね。これね、俺から補足した方がよくて、俺がパッパーやったせじゃカフェテリアわけで。うん、パッパーやって、右側抜ける時にマオさんが下から来てるから。で、その前にも魚さ、ね、んそなとはうん。うん。で、魚さんがその時に、 えっと、あれかな、フリスビーかなんか投げてたんかな、忘れたけど。そう、フリスビーだけ投げて、右の方に抜けていったときに、ね、ちょうどゴミ箱タスクあるぐらいの真ん中あたりですれ違ってるから、俺、まあ、すぐ後ろに魚さんがいて、真尾さんと二人がすれ違ってるみたいな感じになってると思う。うキルしてる場合はね、高田健士も平行してキッチンとかでいろいろ移動してないとちょっと厳しいかなと思。厳しそうね。う無理だから、普通に梅富士釣って一落ちとかじゃないの感覚。まあ、そんな感じはしますね、今の話を聞くと。まあ、おまおじさんがね、 名屋信太郎城ろって置いたんでもう。はい。止まるんじゃねえぞです。止まりません。止まるんじゃねえぞ。じゃあ藤宮の次誰釣りますお兄さん。いやそんなん状況次第。ハイブリさんが僕まで釣りたがってるんで僕はハイブリさんで。オッケー。あ俺次をねお尻る攻。いやハイブリさんあるとしたらインポスターね。ちなみに俺あるよ。ちなみに俺藤宮君今回サボ入ってないから藤宮君釣られるのなんかクるっぽいなと覚えながら言ってるからね。うんうん。

よよくないめっちゃ混乱してるやん。9人 m で人落ちてると思ってるんでしょ、小和田さん。いや、ちょいちょい、でも、次の釣りをしなきゃいけないときに誰を釣ればいいのうるさいな、もう。カルビ、カルビ。おおもろ。展望にいんのね。カンカンやって。鉱山2。鉱山2、殺すの微妙だな。 ケンシロくかいや。ちょっと待って。キルクロ食べよう。インポスターがいて、おまオじがいて。よいしょ。あ、コミサボか。やってくれるよね。やってくれるよね、と見て。アネロちゃん、こっち来ちゃった。せっせと。誰もいねえから、えー 待って、三ゼロ七一二。おい、質問題なし。おれ、おれ、ね。えー、ちょっと待って。え、何これ。連れてないやん。連れてないやん。え、え、え何これ。どういうこと。え、ちょっと待って。慎太郎。え、PP ピピじゃない。何これ。え、ちょゃあ慎太郎リポートして切られてて。ああ、そうか。さすがに一分当たってないよな。 立ってないよ絶対。と思うけど。立ってないでしょ？ょ発見だよね発見だよね。<俺>どこにいるい,いそうですかちなみにいや白取れる人いないんですかその。魚まえ魚まはやったっけえー、っとで通信脇。うん。俺ああと俺かで通信きしかわからん俺俺直し。通信運では湧いてないけどあ,あの。<laughs> オオジが米サボを直してるのを確認してる。俺はあのオマージュが切られたくなかったから、下で待機、旅の前ね。ああ。え何これえ、ショで考えるかなっていうよくで考える。ああ、じゃあ、あれじゃないあのー。まあ、ピピ,ピを掘らないんだったら、<え>まあ、普通にインポスサー取ればいいから。ハイブリさんってどこだけなんでしょうけど、シは。シ店はね。<laughs> どこだだ、だっけあれきき火よ、タき火か。ハイブルさん、どこ行ったんでしたっけ俺、ミーティングの宿舎のチュンチュンタスクやってた。はいはい。ネロちゃんは、アパパでしょ。カフェで、エージカフェカフェ。カフェスプラッシュミーティングボタン。マオサカナのニジンガイしかないか。カフェスプラッシュミーティングボタンそうだよ。何やったパパだけやって、その時に魚さんがいて、 で、出るときに、マオさんが下から上に上がってって、魚さんが、マオさんとすれ違って、だから、ショ切できるね、これ。いや、まあ、俺ね、一応、ね、ミネロちゃんは見てないんだけど、マオ君とすれ違ってるから、まあ、なんかって感じちゃった。だったとしても、どこで切れます、俺ってそうな,ん、ね、なりますね。え、はい、だから、マオ君が切れんじゃん。あいや、え俺切れんて。<央>だって、スプラッシュいってるぜ。え最後に見えてる誰なんだ。魚さんと交差して、あのー、スプラッシュ入ったのはマオさんでしょうん、そう。 だっ,た場合って俺とマオさんの二人会しかなくない魚さん目線で、まあ、でもどこが切ってなりませんうそうだね分かんないですマットがいないんだったらしゃあないからおも<あ>さんも指定してくださいこれ寝ろじゃあスキップ入れますスキップ入れますスキップ入れますえ意味がないじゃん王子戦いそういうことなんやピ<あ> p かい絶対にハシゴは登るなよ 分かってる <laughs> ジップラインのレジップラインを曲して隠れるぞえっとねろウェイー君だ一緒にいようねよく一緒にいようねよく一緒にいようねマオジと会ってしまったまずい1 3 1 2 1 1 9 8 1 2 9 五、四、三、二、一。ほい。うわ、何負けた。え、おまおじ。きのこの目くらましに、やられちまったようだな。ナイス。よしょ。え、待っゃえ、じゃ、盟約で。はい。もだって、よく考えてほしいですけど、うん、おまおじがすべて悪いですからね、これも。

高田さんは多分俺と一緒にパッパーやったのかなえあ見えてねえな、それ。で、魚さんやからやべえ、さすがに切れねえと思ったら、真央さん入ってきて、真央さんが切るしてた。いや、見えてねえわ、俺。めちゃくちゃ髪切る、これ。いや、俺は髪切るだ終わったと思ったし、俺、魚さん、マッチョだと思ってた。いや、多分タスク中に抜けてるか、左ルートか、見えない。これはね、これは髪切るです。髪切るですよ。さすがです。わかるか いやー、これ積んだと思っちゃった。俺も積んだと思ったえ、すげー。カフェかカフェで高田さんとねおちゃんが左回りで抜けてんのかすでに。そう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 。で、魚さんが素晴らしいュったけど見つけられずにって感じか。俺多分手前のフリスビータスクしかないから手前でやってそのまま右ルート抜けだね。なるほどね。 髪切るだ。いや俺俺ネロちゃんに魚さんやってくれって言ってたら一人だから。ほー。完にやれねえよと。絶対人外だと思ってる。いやそう見えてない。左左ルートカフェテリアの。 左レート出したら俺魚のマジで横とかレベルで死んでるよおそらく変なとこで死んでんじゃないですかだからさちょっとそのタスクしたら光るとこで死んでくださいよんかどこだい俺バーベルあたりで死んでるはず確かあそんな俺多分その後も真く君がその後だったらもうすれ違ってるからああそういうこと生きてる俺も見てああすごいなるほどねすげえ終わったるな終わって まあでもおまおしが全部決めたことだから。楽しい言ってたやん、俺。見やすいよね、クルーでしたから。そう、確かに。じゃ行きますかね。い。